はい皆さんおはようございます。あっちゃんです。今日はあの焚き付けに使う木を建築現場の廃材からもらいたいと思います。こういう中の木ですね。あれをもらいます。 こんな感じでいっぱいストックがあるんでこういうものを炊き付けに使います。 はい、割り箸完成。<laughs> これはまあ、表に置いておきます。